しくお願いします。ありがとうございます。今日のお顔がイメージなんですけど、あんまり女性のほうが本日はありましてお世話になりました。今日はですね、土曜日の、なんでしたご自宅なり、旅行先のホテル宿舎にですね、まあ、ゆっくりされている時間帯をですね、わざわざこの七曲がりを登ってきていただきまして、遠くは埼玉の方から横須賀、さっき聞いたの福島の方がなんか、まあ、これを目的ではないと思うんですが、でもこちらに合わせていただきまして本当にありがとうございます。感謝申し上げます。ドラゴン曇ればこの I'm not a man.
ほい、エッサホイ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 、お願いします。二なし法一でございます。皆様ご存知の通り、耳なし法一、原作者小泉八雲ですね、本名をラフカディオンハーンと言います。アイルランド人のお父さん、ギリシャ人のお母さん、まあ、生まれはですね、1850年、今から160年以上前の方。とは裏庭を横切り、まっすぐ芳一のいる縁側へと向かってくる。芳一。芳一は驚いて返事ができない。芳一。はい、どちら様でございましょうか。私は目が見えないものですから。さる身分の高いお方のお使いで参った。そして芳一は雨の中、安徳天皇のお墓の前にきちんと座って琵琶をかき鳴らしているのだった。芳一さん、芳一さん、何をしてなさる。さあ帰りましょう。寺男たちは芳一の肩をつかむと耳元で大きな声で言った。何ですか、高貴なお方の御前でこのような振る舞いはなりませぬぞ。芳一は二人の手を振り払おうとする。芳一さん、あんたなんか良くないものにたぶらかされてるんだよ。二人は芳一を抱え上げて連れ帰り、濡れた服を着、我が御主君の追いつけにできる限り従った証としてこの耳だけでも持って参るとしよう。そういうなり、冷たい鉄の手で芳一の両の耳をむんずとつかむと、力任せに、やっけー。痛みは凄まじく、芳一は思わず叫びそうになったり、唇をかみしめてこらえ、一言も発しなかった。阿弥陀寺を訪れ、芳一の琵琶語りに涙した。その音色があまりにも美しく、この世ならぬ響きを持っているので、芳一は失われた耳を通じてあの世の音を聞いているのだと噂する者もいた。こうして耳なし芳一の名は広く知れ渡ることとなったのである。隣の方はいらっしゃいますでしょうか。耳がなくなった方は大丈夫ですか。耳を取られました。祭りをやるたびに結成されている会です。
日は武者の白紙名義でありがとうございました。